なぜ騎乗中、数よりも吐く方が大事なのかということを今回はお伝えしていきます。私がレッスン中によくお伝えしているのが、馬を褒めるときはリラックス、息を吐いてということです。メンタル、内面を下げるために自分の身体の中の流れをゆっくりにする感覚です。息を吸うよりも吐く方を長くすれば心拍数は下がります。馬は人の心拍数が分かるということが科学的に証明されています。人がリラックスすれば馬もリラックスできるのです。レッスン中、私が褒めてください、息吐いてと言って、騎乗者がふーと息を吐くと馬の緊張が解けるのが目に見えて分かります。当然乗っている人もキザで分かりますし、グランドワーク中なら目で分かります。馬の筋肉の柔軟性が増し、とても乗りやすくなります。話が少しそれますが、私はピラティスを時々やっています。ピラティスも呼吸の指示が細かくあります。とんでもないポーズに驚きながらも必死についていこうとすると、呼吸が浅かったり止まってしまっていることに気がつきます。呼吸を深くすると、同じポーズでも明らかに柔軟性が増し、身体が伸びます。マットの上でこんなに必死になってしまうのなら、動く馬の上で姿勢を維持しようとして呼吸が浅くなるなんて当たり前ですね。でも馬を褒めるためには、息を吐きたい、私の体幹をもっと発達しておくれと心の声が出てくるわけです。だから自宅で体幹鍛えましょう。今の世の中、体幹鍛える方法は YouTube で調べるとたくさん出てきます。あとはやるかやらないかですね。日常の姿勢良くなってくるはずです。馬にも自分にも良いことだらけです。